はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回の動画はまた、ありがたいことにリクエストをいただきましたので、はい、ありがとうございます。リクエストにお答えした動画を、配信していきたいと思います。はい、はいはい、今回は広島県に在住の30代の、はい、男性からです。ありがとうございます。背筋横腹に効果的なこの4分間運動を作ってほしいっていうことだったので、どうしますかということなんですよね。はい、で背中 と、脇腹ということで、背中の、まず筋肉を使う動作としては、はい、いろいろ動作あるんですけども、肩甲骨をこう、引いてくる動作だとか、上から引いてくる動作とか、まあ、こういうふうに動いてあげることも大事なんですけども、今回、お伝えする動画ではですね、姿勢を保つ筋肉というか、はい、体幹をうまく使いながら、背中の筋肉、腰から背中の筋肉に刺激をするようなトレーニング、はい、プラスお腹の脇腹ですよね、今回ね。脇腹っていうことで、脇腹に関しては基本的にこういうひねる動作が有効ですので、はい、まあ、これをちょっとミックスしたトレーニングがあります、はい、それがハンズウォーキングといったトレーニングなんですけれども、うん、まあ、かっこよく英語にしてますけれども、はい、手歩き、手で歩く、はい、はい、手歩きをやっていきたいと思いますので、まずそちらのトレーニングの解説をしていきたいと思いますので、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、それでは解説をしていきたいと思います。まずスタートポジションは、足を開いた状態から肩幅より少し広めに取ってあげてください。この状態から少し腰を落としてあげて、お尻を後ろに突き出してあげます。そして、胸の前で手を構えてあげましょう。まずこれがスタートポジションになります。ここから、手を床に這いながら、できるだけ遠くにまず移動してあげてください。いきましょう。1、2、3。で、遠くにこうなった時にですね、今バランスを取ろうとする力でお腹の筋肉と今背中の方に刺激がいっています。ここから片方ずつ、体を回してあげます。ひねってあげる。これで脇腹の筋肉を使っています。で、もう一回戻す、ひねる、で戻す、でもう一度手を次は交代させながらスタートポジションに戻っていく。もう一回いきますね。前に前進してあげて、なるべく遠くに行ってから体を起こしながらひねってあげる。で、後ろに戻していく。ちょっとスピードアップしてみましょう。いきますね。よーい、スタート。1、2、3からひねる、ひねる、で、戻す。といった形です。はい、ということで、はい、これがハンズウォーキングになります、はい。このポイントはですね、手をなるべく遠くにしてあげることにより、強度が上がっていきますので、はい、手を遠くにした時にしっかり体がぐらつかないように、また、あまりお尻が下がりすぎてしまったり上がりすぎてしまったりしないように、はい、しっかりドローイングですね。お腹をぐっと力を入れながら、さらに手を遠くにこうね、四つん這いになっている状態で腰から背中の筋肉を刺激してあげてください、はい。で、できればもうゆっくりする場合はこの状態で2秒ぐらい、2、3秒ですね、キープしてあげても、より背中に刺激がいっているのが分かりやすいかなというふうに思います、はい。で、まあ、こうひねる時もしっかり脇腹のお肉をしっかり使ってるね、ことを意識しながら、お肉というか筋肉ですね、筋肉をしっかり意識していることを確認してみてください、はい。やってみてどうですか。ちょっと前にこうやって這いつくばっていく感じなんで、うんうんうん、勢いよく行きすぎると怪我もしてしまうと思うので、やっぱりそこは集中して手を前に出していった方がいいかなと思いました。そうですね。あとはもうやる前に必ずね、どんなトレーニングもストレッチをしていただきたいんですけども、はい、終わった後もね、結構この辺りの肩周りとか胸が結構きつくなる場合もあると思います、うん、まあ、こういうところもしっかり胸のストレッチ、こういうふうに開いてあげながら伸ばしてあげると気持ちよく伸びるかなというふうに思っておりますので、まあ、実際じゃあこれを4分間に入れながらやっていく動画も今から撮影したいと思いますので、はい、そちらの方もご覧ください、はい。ということで今回のトレーニングは以上になりますので、はい、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。